香港国際競争は、5年ぶりに日本馬の勝利はゼロでした。レイベンスティール負けたのが痛い。ゴールデンシックスティ強すぎはロタ。8歳でようやるわ。ゴールデンシックスティ日本で余生を過ごすらしいね。香港カップは結構惜しかった。今年はメンバー的にブアーズ勝てない時点で厳しかった。川田は何しに香港に行ったの？阪神カップを G1 にして香港流出をやめろ。シャフリアールの除外が痛すぎた。ルメール今年は香港行かないんだと思ってたらそういうことか。日本ってイクイノックスが強いだけだった。イクイノックスの引退で暗黒時代に突入か。最先着はゼッフィーロ。細江が勝ったからセーフ。今年は有馬記念とジャパンカップに良いメンバーが揃って、香港が手薄になったな。レイベンスティール以外はこんなもんでしょ。プログノーシスはうまく乗れば勝てたと思うよ。ローシャムパークのレーンはひどかったね。香港も欧州の強豪来なくなったね。タナパク涙目。ゴールデンシックスティとかロマンチックウォリアーが引退すればまた勝てるようになるよ。やっぱ球取った方が強いのかな。去年もブアーズしか勝ってないし、ゼロでも全然不思議ではない。ゼッフィーロが通用してるから日本馬のレベルは高い。